平本明代です。何の制約もない未来から引き出されたビジョンだったり、過去を振り返りながら、あ、やっぱり自分はこれが大事だっていう価値観、この価値観やビジョン合わせて自分の軸、自分軸とお話しました。自分軸っていうのはまるで背骨のようにない人がいません。ただ気づいていないだけ、忘れているだけ、あれどこにあったんだろうって思い出していくだけです。コーチングライブを通してその自分軸を引き出していくことができました。そして自分軸が見つかって、その自分軸叶えるためにアクションプランを立てていくことが大事です。自分軸も明確になって、アクションも明確になって、そしてその自分軸に沿って自分の人生の主人公として生きていくときに、あなたに必ず必要な責任が2つあります。まず1つは行動の責任です。自分で意識的にこの行動をするかしないか、自分の価値観を日々より満たそうとするかしないかはあなた次第です。もしくはビジョンが明確になってそこに向けて近づく選択していくかどうか、その責任はあなたにあります。どれだけやりたいことが見つかったとしても、行動アクションを起こさなかったとしたら、絵に描いた餅、いつまでたっても幸せ近づいてこない、幸せな日々を送ることができない。そして二つ目に大事な責任が、結末を受け入れる責任です。価値観に沿って明日こんなことを大事にして生きていきたいな、例えば本当に部下一人一人に愛情豊かに接したいな、それに向けて行動を取ったにもかかわらずうまくできない時がある、うまく伝わらない時がある、心穏やかに過ごしたいな、そしてその行動を取りながらカチッと来ちゃったりイライラ来ちゃったりする時があるかもしれない。5年10年後の未来ビジョンに向けて、毎日このトレーニングをするぞ、毎日本一冊読むぞ、毎日動画を見るぞ、何かアクションを起こしたにもかかわらずなかなか頭に入れなかった、なかなかうまくいかなかったって時があるかもしれません。そのいかなる結末にも自分自身が受け入れて責任を落とす。そしてじゃあこれはうまくいかないけど次どんな手アクションを打つだろうか、その2つの責任があります。責任って思うとすごく重苦しい辛い気持ちになるかもしれませんけど、大事なのは本当に本当に自分がやりたい大事だと思う自分軸引き出せてるかどうか。もしそれができてたとしたら、行動がうまくいこうがいくまいがその結末責任取れるし、そしてついつい人に言われるわけでもなくその行動を取ってしまうわけです。だからこそ自分の頭で思ってる自分軸じゃなく、本当に内側から溢れてくる自分軸を引き出すことが大事なんです。私がどうしてコーチングライブでたくさんの人にコーチングを見てもらいたいか、そして体験してもらいたいか、自分がこれが軸だなって思ってるのがコーチング受けたり見ることを通して、はっ、本当に大事なのこれだった、本当に言いたいことはこれだったって気づく機会があるんですね。そしてコーチングライブ帰る頃には自然と行動したくてたまらない、早く帰ってやりたくてたまらない、そしてどんな結果が起こったとしてもよし今度はこの手をやろう、そんな風に思うんですね。自分軸に伴った責任、自分の人生の主人公として自分の人生の舵をぜひ取ってみてください。